森正氏は、日本の政治家、司法書士、富山県富山市長、元富山県議会議員。2013年から、内閣府地方文献改革有識社会議議員。富山県富山市生まれ。富山県立富山中部高等学校、中央大学法学部卒業。1977年、司法書士、行政書士事務所を開設。1995年、 富山県議会議員選挙に出馬し初当選。1999年に再選。県議時代は自由民主党に所属した。2002年、富山県議を任期途中で辞職し、旧富山市長選挙に出馬し初当選。2005年4月1日、旧富山市、上新川郡大沢の町、大仙町、ネイグ尾町、府中町、山田村、細入村の7市町村が、 新設合併して、現在の富山市が発足。同年4月24日に実施された富山市長選挙に出馬し、共産党公認の新人を破り当選。権力は10年経てば腐るとして、市長の多選に批判的だったが、2016年12月7日、任期満了に伴う市長選への出馬表明をし、2017年4月、自民党、民進党、 公明党の推薦を受け4選。2019年6月28日、記者会見を開き、2021年春での退任を表明した。退任後は、地元クレハで、父が営む、梨農家を継ぐ一方、公園等の依頼があれば受けるとも表明している。ありがとうございます。